あれ倒れてパタンってなってここにもベッド展開。そうそうそう、ここにねマット敷くとねここがベッドになるんですね。みるみるランド、はい、グレースプレミアム見ていきたいと思います。カナダさんもはい、イエス。で、見た目がこれすっごいかっこいい。すっごいかっこいいですね。黒ですよね。統一感がある。中もすごいおしゃれなんですけど、まずは外観。統一感がさっきから見たい見たいって。で、これ前からね、すごいね、いいなと思ってて。この中。うん、ハイルフに、ハイルフですね、はい、マックこの黒かっこいいね。なんかシックな黒ですよね。しっかり黒って感じ。5.3メートル、幅が 1.8メートル、高さが 2.2 メートルです。別車両がハイエース特装車はい、別車両はハイエース特装車でガソリンで走ります。お値段が560万円です。はい。ゆったりくつろげるリビングスペースを確保。これ内装はこちらのバージョンは白なんですけれども、今展示されているのは黒バージョンで見ることができます。みるみるランド、これもうねすごいかっこいいですよね。白と黒のコントラストが本当に綺麗ですね。そしてこの照明がこの照明すごいですね。ね、ゆうきさん好みじゃないですか。これちょっと青い、ちょっとなんかこの大人の時間的な感じの空間なってます。いいですね。この質感もなんかね、いいね、上質な、はい、で真っ黒だけじゃなくてこのちょっと白が入ることでまたなんかデザインがすごい素敵になって、床もさこれすごくない、この床材。そうですね、床材がまたすごいマッチしますね。この黒を映えるような床材になってると思います。でリビングスペースになってて、で後ろがさ、後ろになんか調理キッチンスペースになってるんだよ。後ろがキッチンスペースになってます。こちら側から行くと、こちら側に冷蔵庫とちょっと開けられないですけど収納スペースがありますね、うん、でここにシンクですね。あれシンクじゃないですね。シンクじゃないか、くまモンスペースです。スペースで謎のくまモンスペースがあります。もうちゃんとあの棚が両サイドについてるので、シンクはねこっち側にありますね、はい、スペースあの収納できるのと、シンクこちら側に、はい、あれ倒れてパタンってなってここにもベッド展開。そうそうそう、ここにねマット敷くとねここがベッドになるんですね。で IH がついていて電気系統がきついて、こう開く感じですね、うん、ここが多分あれですよね、タンク入れる場所かなって想定されます、うん、ここがじゃん、電子レンジ便利ですね。そして収納スペースがまた2つということで、かなり機能的に作られてるかなって思います。機能的だしおしゃれだし、うん、ですね、おしゃれですし、センスがいいというか、はい、いいねこれね、おしゃれ。白と黒の使い方が素晴らしい。おしゃれなハイエースです、はい、はい。